アイテム番号 SCP-126JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-126JP は電子錠付き金庫へと収容してください。 SCP-126JP の悪用を避けるため、金庫はさらに収容室内の床下へと自動昇降装置によって格納されます。自動昇降装置はパスワードと起動承認キーのプログラムによるセキュリティが施されます。また、自動昇降装置の予定外の起動に対応する時間を確保するため、上昇動作は少なくとも50秒以上をかけて完了するよう設定してください。SCP-126JP を用いた実験では、被験者への指示を実験中に行うことは固く禁止されています。被験者に実行してほしい特定の言動がある場合は、被験者に対してそれとない誘導を行い、被験者が自発的にその言動を実行するようにしてください。説明。SCP-126JP は1丁のコルト M1849、ポケット、リボルバーと、それが収まるサイズの木板です。拳銃部分は未知の方法によって木板部分に完全に固定されており、取り外すことはできません。また、そのままの状態ではどのような可動部も一切動作させることができません。SCP-126JP を、5人6人が囲むに適した卓上に安置し、その状態で被験者となる人間が卓の席に着いたとき、特異な性質が発現します。卓を囲むようにして、それぞれ特徴の異なる4名5名の男女、以下 SCP-126JP1 と呼称が出現します。SCP-126JP1 は全員、被験者が使用している椅子または座具と同じものを使用した状態で瞬間的に出現します。同時に SCP-126JP 拳銃部分の弾倉内に銃弾が出現します。また、被験者は未知の方法によって席上に固定されます。SCP-126JP1 の出現後、SCP-126JP1A によって、これがロシアンルーレットであることが被験者に対して説明されます。ロシアンルーレットは弾倉に一発だけ実弾が込められ、それ以外はから薬莢である通常の順番方式によって進行されますが、独自のルールとして、次に引き金を引く者は生存している SCP-126JP1 と被験者を含んだ現在の参加者たちの議論によって決定されること、誰かが、当たり、を引いたとしても、そのまま人数とから薬莢を一つ減らした状態でゲームを再開始すること、最後の一人になるまで勝ち残った時被験者が、解放、説明で実際に使用された語りであることが注目されています。されることが説明されます。説明の後、いずれかの SCP-126JP1 によってゲームの開始が宣言されます。同時に、すべての被験者はある数字のイメージが頭の中に浮かび上がったことを報告しました。数字は1から5、6の範囲からランダムに選ばれていると思われ、ゲームが再開始されるたびに異なる数字のイメージがその都度浮かび上がります。SCP-126JP1 群と被験者は議論と多数決によって引き金を引くものを決定します。SCP-126JP1 はどの順番が、当たり、であるのかを知らないように見えます。被験者のような数字のイメージも SCP-126JP1 群には発生しておらず、被験者がそのようなイメージを抱いたこと自体も認識していないように見られます。議論または多数決によって引き金を引く者が決定したとき、SCP-126JP 拳銃部分を基板部分より持ち上げ使用することが可能となります。当たりを引いた場合、SCP-126JP は通常通り発砲し、引き金を引いた SCP-126JP1 もしくは被験者はあらゆる防御措置を貫通する銃弾によって問題なく死亡します。SCP-126JP1 が死亡した場合は、SCP-126JP 拳銃部分は基板部分上に瞬間的に移動し、再び議論が開始されます。瞬間的な移動時に、弾倉の銃弾装点7が1つ消滅していること、その状態で銃弾が再装填されていることが確認されています。この繰り返しによって、ゲームは被験者が死亡するか最後の一人になるまで行われ続けます。被験者が当たりを引いて死亡した場合、これまで死亡した SCP-126JP-1 が復元された状態で自身の席上に再出現します。そして全ての SCP-126JP-1 によってゲームの終了が宣言されると、SCP-126JP-1 は消失し、SCP-126JP 拳銃部分は弾倉が元通りになった上で木板部分上に瞬間的に移動します。問1、SCP-126JP には、SCP-126JP-1A によって事前に説明されない暗黙のルールがあると考えられています。以下は、それらルールの中で現在判明しているものです。1、議論や多数決に際して、直接的な暴力を他の参加者に対して及ぼしてはならない。2、ゲーム外の存在が参加者に対して、ゲームの進行または参加者の言動に関わるような干渉を言ってはならない。3、議論または多数決による決定に逆らう行動は違反とみなされる。4、最後の1対1の場合、引き金を引く者は、自分に対して引くのではなく、相手に対して引くことになる。違反者は SCP-126JP 拳銃部分を用いた SCP-126JP-1 によって即座に射殺されます。この時のみ、SCP-126JP 拳銃部分弾倉の全装填口に完全な実弾が装填されています。現在、ルール1による死亡が被験者2回。SCP-126JP-1D2 回、SCP-126JP-1C2 回確認されています。ルール2による死亡は被験者7回、SCP-126JP-1A1 回確認されています。SCP-126JP-1A に対して干渉した存在は不明ですが、他の SCP-126JP-1 はそれを認識しているようでした。ルール3による死亡は被験者1回、SCP-126JP-1D1 回、SCP-126JP-1C3 回確認されています。ルール4は、1対1になった時、被験者の相手方となる SCP-126JP-1 によって説明が行われるため違反は発生していません。違反による死亡でも、当たりを引いた死亡と同様の手順でゲームは進行されます。問2、暗黙のルール2に関して、実験中に発生した事故126-1によって被験者である D クラス職員1名と、担当研究員である、研究補佐、実験責任者である、博士が SCP-126JP 拳銃部分を用いた SCP-126JP-1A によって射殺されました。研究補佐と博士は別室から通信機器を通じて被験者に指示を行い、被験者がそれを実行したところ、それをすべての SCP-126JP-1 に咎められ、まず被験者が射殺されました。その直後 SCP-126JP-1A は、研究補佐の背後に瞬間移動し、研究補佐を射殺、続いて博士の真横に瞬間移動し博士を射殺しました。保安要員による SCP-126JP-1A の確保が試みられましたが、その前にゲーム終了が宣言され、すべての SCP-126JP-1 が消失し、SCP-126JP 拳銃部分は基板部分上へと瞬間移動していました。この事故から、SCP-126JP 実験中は観察と記録のみを行うことが決定され、手順が改定されました。問3、観察によって、各 SCP-126JP-1 個体のいくつかの特徴が明らかとなりました。以下はその要約となります。個体名、SCP-126JP-1A、他の個体により、アインと呼称。外見的特徴、推定60歳代の白人男性。白髪のオールバックに白ひげ。年齢の割に頑健な肉体を有する。右手人差し指に魔術的文様の入れ墨。性格の考察。冷静かつ断定的でゲームの進行役。高い知性を示しており。他の SCP-126JP-1 からも一定の信頼を得ていると思われる。3回死亡、違反1回、1対1までの勝ち残り2回。個体名 SCP-126JP-1B 他の個体により、ある、と呼称。外見的特徴。推定30歳代のアジア系男性、やや肥満。左手の小指と薬指が一部欠損している。性格の考察。ルールに厳格であり、議論に際しては他の参加者に対して非常に敵対的。病理的傾向が観察される。9回死亡、違反0回。1対1までの勝ち残り0回。個体名 SCP-126JP-1C 他の個体により3と呼称。外見的特徴。自称22歳推定20歳前半の日本人女性。左奥左手薬指に長期間指輪を装着していた痕跡有。性格の考察。流動的かつヒステリック。議論そのものに非協力的であり、打つ傾向が認められる。SCP-126JP-1D に対して明らかに恐怖心を抱いている。7回死亡、違反5回、1対1までの勝ち残り1回。個体名 SCP-126JP-1D 他の個体により、キャトル、と呼称。外見的特徴。推定10代後半の白人男性。長くかつ筋肉質だが薬物常用の傾向が見られる。性格の考察。暴力的で理念の稚拙さが認められる。しかし SCP-126JP-1A には信頼を寄せており、たしなめられることで暴力的傾向は一時沈静する。SCP-126JP-1C に対して性的表現を含んだいたずらや冗談を頻発する。14回死亡、違反3回。1対1までの勝ち残り0回。注目すべきは、被験者が席に着いた際、必ず SCP-126JP-1A が被験者の対面位置に出現することです。各 SCP-126JP-1 の人物は特定されていませんが、SCP-126JP-1A が SCP-126JP の起源に関与している可能性が指摘されています。ポイ4。2000年月日 B-126-14 によって初めて被験者の勝利が確認されました。以下はその映像記録の一部です。映像開始。木製の卓につく B-126-14 と SCP-126-JP-1A。卓の周囲には SCP-126-JP-1B-1C。1D の死体が散乱しており、卓上には装填穴が2つだけの断層を備えた SCP-126JP が置かれている。君は実によくやった。最後の勝負に移る前に、1対1のルールを説明させてもらう。暗黙のルール4の説明部分であるため省略。わかったか？ああ、わかったぜ。だが俺も最後の勝負の前に言いたいことがある。いいか？いいだろう。じゃあ言わせてもらうがよ。あんたらは一体何なんだ？何のためにこんなことしてるんだ？我々は、ふさわしいもの、だ。勝ち負けのみがある獣の時代に、それを得るに適した、というだけだ。そして我々の意志は、常に波の上にある。翻弄されるか、それとも乗りこなすかは、自分で決めたらいい。どのみち我々は波の上にいる。なんだそりゃ。答えも理解もここにはない。行えることは一つ。今まで君が波の下の人生でそうしてきたがごとく。ゲームを続けること。結果は二つ。得るか、さらに得るか。わかったよ。では、始めよう。2だ。被験者は自発的な配慮として、イメージの数字をこれまで必ず報告していました。引き金を引く順番を決める議論部分であり、重要性が特に認められなかったため省略。では私から引かせてもらう。SCP-126JP-1A が SCP-126JP の拳銃部分を持ち上げ、銃口を D-126-14 に向ける。B-126-14 の動作には緊張が見られるものの、状況を考慮すると非常に冷静な部類であると思われる。S が薬莢を撃つ音。引き金が引かれたが、銃弾は発射されない。B-126-14 はうなだれるように脱力し大きく息をつく。おめでとう、君の勝利だ。B-126-14 の本名。SCP-126JP-1A が SCP-126JP 拳銃部分を基板部分上に置く。B-126-14 が SCP-126JP に手を伸ばし、拳銃部分を持ち上げて銃口を SCP-126JP-1A へと向ける。SCP-126JP-1A に動揺は一切見られない。本当に、これで解放されるんだな。またお前らが出てきてもう一回だなんてことには絶対ならないな。保証する。君は解放される。よかった。もう二度と柔軟座見たくもねえ。発砲音。B-126-14 が SCP-126JP-1A を射殺。5秒後 SCP-126JP-1 のすべての死体と流出した血液が消失。その後 D-126-14 は拳銃部分を無造作に卓上に放り投げる。4分後、研究チームによってゲームは終了されたと判断され、実験の終了が宣言。保安要員が実験室に入室し D-126-14 を確保、連行しようとする。保安要員と研究チームの間で今後の手順を確認中。B-126-14 が突如頭部の激痛を訴え苦しみ始める。B-126-14 が床に倒れ、意識を失う。医療班が実験室内に駆け込む。SCP-126JP-1 軍がゲームを言っていた卓を囲むようにして再出現する。SCP-126JP-1 軍、ゲームクリア。SCP-126JP-1 が消失。同時に SCP-126JP 拳銃部分が基板部分上に瞬間移動する。映像終了。B-126-14 は昏睡状態に陥り、34分後死亡が確認されました。死後の解剖によって、B-126-14 の前頭葉内部にからの薬莢が埋め込まれていたことが判明し、死因はこの薬莢による脳組織の破壊であると結論付けられました。実験後、SCP-126JP 拳銃部分の弾倉が従来の5連装のものから6連装のものに変わっていました。さらに、別の被験者を用いた実験を行ったところ、新たな SCP-126JP-1 の存在が確認されました。SCP-126JP-1E は推定20歳代の白人男性で、赤毛やオッドアイなどの外見的特徴があり他の SCP-126JP-1 より、ピュアチ、と呼称されています。非常に高圧的で虚栄心に基づく言動をとりますが、実際は昇進で高知に長ける性格を有します。これらの特徴は D-126-14 の特徴と一致していません。